はいどうも、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は甘くないな J3 という話でございまして、まあ、黒星スタートになってしまったギラバンズ北九州ですね、 VS 長野との開幕戦やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、まあ、分かってはいたんですけれども、やっぱり甘くないな J3、まあ、昇格に向けてですけれどもね、なかなか厳しいスタートですね。やっぱりこれサムネがですね単調ですよね。これやっぱ黄色一色とか背景一色にするとなんかこうね味気なくなるんで、あんまり僕はしたくないんで、これ長崎とか大分とかのこの背景混ぜたりとか青とかね混ぜたりとかやりたいんですけど、今回まあ一色ということで、ちょっとこのサムネは自分で今作っておいてあれですけれども、なんか嫌ですけれども、ちょっと来週から考えましょうかね。はい、ということで早速やっていきましょう。まずこちら、両チームスターティングメンバーはご覧の通りとなりました。新生ギラバンズ北九州でございますけれども、新加入選手でいうと高澤選手、藤川選手、中山選手、この辺がまあスタメンに入ってきたんでね、前線やっぱりね迫力がある時もありました。もちろん決定機もあったんで、そこをまあ決めきるかどうかっていうだけの話で、まあ、こんだけチャンスが作れていれば、こんだけっていうか特別多かったわけではないですけれどもね、まあ、しっかりチャンスは作れていたんで、これは今後も継続してやっていくことでどっか点は入るんじゃないかと思いますね。そして対する長野ですね、まあ、普段から何回も言ってますけど、僕は J3 は本当に、ど素人、ど素人でございますので、全くですね分かんないんですけれども、でもそんな中でもやっぱり光る選手っているなと、面白い選手でと、まあ、宮坂選手に関してはもうこれは実績のある選手なんで、まあ、宮坂に関しては、まあ、これぐらいやっぱりやるよね。昨年からね、宮崎戦から昨年の、宮崎戦ですごいゴール決めていたような気がするんですけども、あれは確か宮坂選手じゃなかったですかね。まあ、そのやっぱ宮坂選手を中心に非常にねいい攻撃連動した動きを中野も見せてましたね。そしてスイートップ右の三田選手ですね、これ三田じゃなくて三田選手なんですね。まあ、三田選手も僕もギリギリ名前ぐらいは聞いたことあるかなって感じであるんですけども、いや本当素晴らしいプレー何回か、見せてくれたのこの三田、そして宮本、この辺はちょっと、要注目選手ですね。ちょっとやっぱ J3 も、見てないだけでね、やっぱ見てみれば面白いなっていうのを改めて感じましたけどもね。はい、そして結果ですけれども、こちらということで、まあ、開幕黒星スタートですね、ギラバンズ北九州、まあ、0対2で敗れるということで、長野の得点者宮本選手、森川選手、まあ、この3トップの選手がしっかりフォワードの選手が点を取ったのは長野からしたら、これは非常に前向きな結果になったんじゃないかというのと、やっぱ北九州からしたら守備のところは課題が残ったゲームになったんじゃないかと思うので、その辺の話もやっていこうと思って、まずこちらやっていきましょう。北九州前半ですねのレビューということで、まあ、特に前半ですけどもね、藤川選手とかなんかボール持った時になんか起こしてくれるんじゃないかとか、まあ、そういう期待感を持たせてくれるそんなプレーもあったんで、藤川選手非常に良かったですね。そして高澤選手もやっぱりさすがの存在感ですね、ありました。やっぱり体の使い方とか、まあ、このゴールに向かって突進していくようなこの前向きなプレーというのは今後もこれ期待ができるんじゃないか、やっぱ注目選手として今年北九州の昇格のキーマンになってくるそんな気がしましたね。そして、まあ、本当チャンス作るんですけれども決めきれず、まあ、昨年なかなかやっぱり、攻撃のところは課題があって、どうやってチャンスを作るのか、どうやって決めきれるのかっていう話ではあったんですけれども、しっかりまあチャンスを、作ることができました。特に左サイドですね、やっぱサイドバック、左サイドバックの永田選手がやっぱ深い位置まで進入してくれる、まあ、そこまでフリーランニングしてくれるんで、やっぱりあそこの左サイドバックの永田選手が高い位置を取った後の折り返しにじゃあ誰が合わせるか、そこはまあ、課題ではあるんですけれどもね、まあ、課題ではある反面、昨年も永田選手が左サイドバックでプレーしているときは結構深いとこ、本当深いとこまでね顔出してくれるんでね、そこから折り返しのクロス、そこから得点っていうのもあったんで、これやっぱ永田選手のプレーというのは一つヒントになるんじゃないかと、やっぱそんな感じはしましたけどもね。そして、対する守備ですね、守備のところで言うと長野の右サイドですね、まあ、逆に永田のサイドですね、左サイドは結構前半から使われてましたね。そこからピンチになるシーンが多かったんで、ここはやっぱり決定機という意味では、まあ長野も結構多かったんで、前半1点でも決めていれば長野はもっと楽にプレーができたんじゃないか、逆に北九州からしたら最後のところは前半やらせなかったんでね、このまままあしっかり前半修正して後半に入れればよかったんですけども、しかしまあこの前半右サイドやられたというのは後半の複製につながったんじゃないかということで、こちらですね、いい後半リーブなんですけどもね、まあ、その右サイドを攻略されて失点ですね、ちょっと簡単にクロス上げさせすぎたかなっていうのがあります。まあ、これはね先制点の場面も追加
追加点の場面もそうなんですけれども、このサイドのところはちょっと簡単にやらせすぎたかなっていうのが、あるんで、これは次の試合に向けての一つ、課題にはなっていくと思います。そして2失点目ですね、どちらかというとこの2失点目の方がちょっと問題かな。あそこ簡単にワンツーでね、この攻略されてしまったんでね。そして、まあ、水谷選手ですね、左サイドバックの水谷選手がボール持ってこのデューク選手に叩く前ですね、この水谷選手にボールが渡った時に北九州の、選手ですね、3人水谷選手をぐっと、ね、見てしまったんですね。これ、これデューク選手に、まあ、背後取られてはいるんですけども、まあ、この水谷選手に3人、ボールウォッチャーになってしまったんで、簡単に左サイド、まあ、デューク選手に攻略されてしまって、そこから、まあ、簡単ですよね。あそこは簡単にやっぱクロス上げられてしまって、中も簡単に決められてしまったんで、あれはちょっとディフェンスの、まあ、集中力不足かなというのは、正直言うと感じました。本当簡単にクロスも上げさせてしまっていますしね、簡単に弾かれて、簡単に運ばれて、簡単にクロスに行かれて、まあ、そこ背後にいた森川選手決められてしまったんで、これはまあ長野からしたら、まあ練習通りというかですね、本当簡単に決めてしまったって感じがします。そして北九州からすると、まあ、ああいう安い失点はやっぱり避けるべきだよねっていうのは正直なところです。ちょっとまあ厳しめの話になってきますけどもね、ちょっとあんまりネガティブなことは言いたくないんですけど、この2失点目に関してはちょっとね、厳しい評価にはなるんじゃないかと思います。ちょっと簡単にやらされすぎかな、このサイドのところですね。というのあるんで、このサイドバック含めてですね、守備のところはもうちょっと次の試合に向けて改善が必要かと思ったゲームでございましたね。はい、ということで以上ですね。まあ北九州ね、最初ホームなんでね、いきなりホームで黒星スタートとなったのはちょっとサポーターも、がっかりだったんじゃないか。ただ長野のサッカー見てて本当面白かったですね。これ 4-3-3 の形で全体的にまあ連動していて非常に面白かった、プレー多かったんで、まあ、長野が多分今年、まあ、分かります、ちょっと J3 のチーム他が分かんないんで何とも言えないんですけども、非常にまあレベルの高いものを見せてくれたんじゃないかと思いますね。まあ、だからこれから僕も J3 どんどん勉強していく、ね、立場ではあるんで、偉そうなことは全く言えないんですけども、ただまあ長野のサッカーというのがこれが J3 で下の方に行くかって全然そんなことは僕はないと思って、長野のサッカーもね全然上に行くそんなポテンシャルの高いことやっていたんで、そこはやっぱ注目のチームの一つかなと思うのと、まあ、長野、長野、長野ってずっとこれ、実況の方が長野って言われていたので、でも長野は僕の初恋の女の子の、名前なんで、ちょっとね、振られたことを思い出しましたけどもね。あとやっぱ J3 ってこれ、あれがないんですよね、これ。試合前の選手紹介の時の画像、顔画像がないんで、なんかそういうの見るとやっぱ寂しいなって感じがしましたけども、これはやっぱり J3 にいる宿命なのかって、本当改めて感じましたけどもね。はい。それが以上ですね。以上、パラプンテ、ジェルサッカーチャンネルの筒の紹介だったチャンネル登録、よろしくお願いします。さら。